たちの業界で言えることはね、はい、あの、まあ、作り出す側の人たちね、金が高い時も、プラチナが高い時も、その安い時もあるでしょ。ただね、安い時に、それをしっかりこう、買っておけるような資産を持っておかないかんですよね。そしたら、原材料は4分の1で済んどるわけでしょ。だから今は高いから高い値段で売れるんだけども、原価は安いようじゃないですか。ね。ただちゃんと利幅取れますよね、うん。っていうようなことを何十、100年ぐらいの、100年経営ってそういうことですよね。だから安い時には原材料、しかも腐るもんじゃないじゃないですか、これ。ね、っていうようなことで、そういうこともできないかんですよね。それをこう寝かしと聞きるぐらいの。けん、それで今も、今例えば元気っていうのはそのみんながあの気がついてない時にちゃんと仕入れをきちんとその時できとったとこやったらうまくいってる、元気ですよ、ということになると思うんですよね。だけやっぱり長い目でその周期を見ようかないかんっていうことだから、あとね、あの、このランチェスターの経営のあれをね、あの、品のないあれだとね、こういうやり方じゃないよっていうことを口に出される、あの、方がいらっしゃるとしたら、多分ここの部分のことを言ってあるのかなと思うんですよ。つまり、この、必殺、なんとかスポットのやつ、これをやっぱもう、これは外そうと。うん、頭の中から。だけどほら、あの、全部勉強して、全部、あの、なんていうかな。全部身につけるっていう意味じゃなくて、自分はこのやり方はしないっていうふうに切ること。うん。だってね、あの、売買を通じて、おじいちゃんが買った代でね、買った家、ね、孫の代でも続いて、まあ、リフォーマーいるかもしれない。でも、あの時に、あの、きちんとしたね、あの、なんとか建設さんで、もう、こだわり派のね、いい材料を使って、あの、してくれるんだけど、高かった場って、これ見てごらん、3代続いてしとろうが、って、あの、地震の時でも、ね、あの、そんな、向こう、隣はペシャンコになったのに、立っとろうが、って。うん。だけど、確かに、あの、なんかな、一生考えたら、おじいちゃんの代にはもう一回しか打てないけど、ずっと続きようことで、その、なんていうかな、いい仕事をしてること。うん。これがスポット型と思うんですよね。もしその、まあ、スポット型で、その一回こっきりの販売かもしれないけど。うん、そう。長きにわたって、やっぱり違うなと。うん。それちょこちょこじゃないけど。うん。っていうことでしょうね。だから、その、売った後、売り逃げみたいなのとはちょっと違う。うん。っていうことなんですよね。説明の仕方から言ったら、ほら、一回しか聞かないみたいな言い方するけど、ちょっとほら、品のない説明になってるじゃないですか。うん、ちょっとここはね、違和感を感じる。うん、うん、多分そこら辺を、そういうふうにこう、そこをものすごくこう感じ取った人が、そういう言い方を、うん、あの、されるのかなっていう気はしましたね。うんうん、だから、購入された方の代では、わからなくても、孫子の代でいいものだっていうのは分かればいいんですよね。っていうような商品を介在しとかないといけないんじゃないですか。取り扱うものがね。いい商品、あの、質の高い商品か、もう一つは、いいアフターフローかとか。はい。いい商品じゃなくてもいいけど、きちんと、例えば、1ヶ月ごとにチェックしますとかっていうのであれば、それは他にいいかもしれないし、まあ、すごくいいものを作ってしばらく考えた人っていうのもあるだと思うし、どっちに、あの、だから、その、専門性が高くてね、一般的な人にはちょっとハードルが高い商品っていうのは、その専門業者さんにお任せするしかないんですよね。で、多少高くてもいいからお世話ができるところっていうのがやっぱり魅力的だと思うんですよ。そこまず大事だと思うんですね。だから、あとは、私たちの場合は、その、まがいもんじゃないっていうこと。もうこれが一番大事なんですけど。で、なんかね、お客様がね、あの、
お客様がお客様を呼んできてくださるってなんですよね、今ね。そして、あ、今日一個売れてよかったっていう、いや、だから私、私そんなこと思ってたんで、今日売れてよかったよねっていう人を連れてきた人。あのね、そのお客様もう自分と、あとうちのファンなわけ。はい、っていうか、よく来てくれる人わけ。はい、もう、どうかしたら毎日起用、じゃ今、毎日起用者じゃないかやな、みたいな。だから今度、その方が、お隣に住む自分のお姉さん連れてきた。うん、たら、お姉さんが買い物したら、喜びました。私、何も言ってないのに。だっけ、まあ、ちょっとそれがとりあえず、悪くない図なんだろうな。うん。いや、苦労せずに。面白いですよ。そう。いや、だから、もう、あの、分かってくださってるわけですよね。うんうん、そしたら、結局、ここに来て、この店に来たいわけですよ。うん、よし、こういう店をと自分が、その結局、ものすごくね、あの、あれね、ほら、自分がさ、食べ物屋さんでここの食べ物が好きとするじゃない、はい、たら、誰か、自分の、あの、気の置けない友達なり、その、まあ、兄弟なり、まあ、なんですけど、うん、その、一緒に行くっていうとき、この店をどう、ものすごく顔だっていうのが自慢したくないですか、はい、っていう思うんですよ。はい、だから、あ、どうもって言っても本当にいつも通過で、はい、っていうのをわざとぐらい演出するんです。はいはいはい、あの、いつも話してた何々さんを今日連れてきたの、ああ、そうでしたかって言って、うん、もうそんな感じ。だから、まあほら、あの、要するにいつもよりも、あの、そういう演出は必要かなと思って、うん、オーバーリアクションはしないんですけど、そこでこう、ちょっとこう、うん、だから要するにそれを求めてらっしゃるはずだから。だから、そんな感じですかね。占い営業と。演出、そういう意味では演出必要でしょうね。そこでテンション低かったらやっぱあれだから。うん、どうしようかな。その繰り返しですね。ご紹介キャンペーンとかいらない。いらない、いらない、いらない。そう、いや、っていうかね、そうね。そんなのをする時点で、もう、しらけてしまうんですよ。うん。それじゃないですもんね。だから、ただね、ごめん、ちょっと話全然飛ぶけどね。はい、ちょっとこれとちょっとまた本当にごめん、今日はちょっと違うんですけど。いや、それがさ、またそんなこと考えてる暇ないでしょって怒られるかもしれんけど、はい、あのね、5月末決算だから、はい、今月はとにかく商品棚卸し、質の棚卸し、もし、なおかつ7月7日がサマーセールですから、その商品準備と、この3つを一緒にガランガランやりながら、はい、もう過ごしてて、まあもうほとんど終わりつつあるんですけど。ただね、ちょうど正社員がもう全くいない状態なんですよ、うちね。男の子がみんな続かないから。こういったようなんですけど、ね。だから、あの、長く続いてくださってる、まあベテランのパートさんと、あの、派遣っていう働き方をちょっともうやめて、うちに本当は引っ張りたいけども、ご主人が、単身赴任で東京に行ってらっしゃるから、うん、その関係で、その結局、その、ずーっと地元で、そういう形で、その、どこかに一つのところに、あの、絞って、勤めるっていうことを、かえって不義理になっちゃいけないからということで、あえて契約、社員、あ、そういうものを利用して、スポット的に入ってらっしゃる、専業主婦がメインで、パートという形で働いてらっしゃる人。うん、だけど、ものすごく理にかなってるんですよ、うん。彼女の契約という働き方はね。だけど、その人だけじゃなくて足りないから、もうあともう二人、そこにお願いしてるんですけど、うん、あの、21歳の契約者。うん、なんか要するに、契約者、あ、そういう派遣の会社が寮を用意してて、そこに寮に住んでる派遣者。うん、あ、そうなんだ。うん、ね。寮が、寮が。博多青春会のメンバーの人ですよ。あ、そうだ。あの、花浦もあるんですか？あ、そう。だから、花が浦やけ。あ、そう。うん、そうそう。それで、あの、あまりにも派遣会社がね、飛び込みで来とって、契約、そういうのね、あの、来とって急にその、営業の女の子はポーッと辞めたりとかなんかするような会社の、と取引してて、もういい子も来なかったんですよ。だけど、ちょうど一遍切ったんですよ、私。うん、だけど、ちょうど誰か、どこかいらっしゃらないかなと思った時に、あ、そうだ。博多青春会のあそこいらっしゃったからと思って、うん、まぁ、あ、ちょっと物は試しに行ってみようと思ったら、いい人が来てくださったんで、うんうん、あ、やっぱりこう、顔の見える経営じゃないけど、地元って、うん、あの、あれでいいなと思って、で、それで、今回頼んだら結局そういう、うん、やったら、申し訳ないけど、21歳から、
派遣のそういうところにいて、うんぬんって言ったらね、よーく聞いたら、親元を離れたいからっていう理由なんですよ。うんうん、で、親元を離れたいっていう時期って、多分若い時ってあると思うんですよ。うん、現状に満足してなく、現状に不満があるからどうか。で、しかも、親元にいた時もちゃんと就職してるんだけども、その就職の時に、ずっと仕事ばっかりが続いてね、こんなんやったらどうのっていうので、そこを辞めて、福岡に来たいから福岡に来てる理由で、その件、住まいが必要でしょ。うん、っていうので、渡りに船で来てる状態。うんうん、だね。契約、そういう、派遣社員、派遣を頼んだ、スポット的に派遣を頼んだ業者が言うのは、本当に本末転倒かもしれないけど、そういう働き方をする若い子がいたらね、この働き方ももうあと何、要するにここ1年ぐらいしときなさいよ、ちゃんと、きちんと就職することを考えなさいよって私言ったんですよ。うん。自分は利用した方なのにね。でもね、するとね、やっぱり、そんなポッと来て、気働きも何もできないから、お宅の寮に入ってて運営してるその若い子は、ちょっと、要するに、うちにやってくれるなって、多分電話をしないといけないと思ってるんですよ。うんうんうん、で、それでさ、ね。繁忙期には、そうやってスポット的にこう、パッと必要な時に人をパッと雇って、はいはい、今ね、計らずもよ、ディズニー方式になってるんですよ。人件費だけに関しては。人件費ですか？つまり、正社員がほんのちょこっと1割ぐらいしかなくって、9割がパートアルバイトみたいな。はいはい、それでもやる気あるよ、みたいな。それいいと思う？今は、あ、よく見えるけど、長くは続かない。じゃあ、どうしかなんのこの名前。当然、それ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 。で、そんな下地を作ってる、ね、つまり、そういう会社のやり方、それ、専業主婦がメインで、ね、ずっとその、要するに自分がどうも、その、ご主人についていかないかんから、その、いわゆる、補助的なことしかできないから、そういうところに登録しといて、行くと。有用な人だのためにあると思うんですよ、私。はいはい、うん、若い子が今からそのうんぬんっていうのには、ではダメだと思うんですよね。うん。それをその子にも言ったと、私、実は、はいはい。悪いこと言わんから、ちゃんと。で、そしてね、その、なんか、若い時に、実はもうちょっと若い、2年くらい前にそのプロポーズされた時、よく考えたらプロポーズあれ受けとけばよかったと思いますと、なんかこと、いえいえ、そうじゃなくて、21歳だから、ちゃんと、もう一遍自分の足で一本でこう立っとう状態で一生懸命頑張りよったら、またそういう縁もつくからね。で、もしかしたらあの人あげる頑張りよけ、なんか一緒紹介してあげようかねとかいうような人も周りにも出てくるって。だけど、とにかくまず自分がね、一本立ちする、感覚を持ってせんといかで、今の形をずっと続けようっても、あなたが思っと幸福は得られんよっていう話をたまたましたんですけどね。だけど私の場合は、もう、せっかくなんかの縁でうちに来てくれたから、その子にとっていい話。うん、もうなるべくする。ただ、その子が聞く身元かどうかもう、こうとは思う。もしかしたら興味なかったらね。ただ、私が1回目に聞いた、この、スポット型のセールスのようにバジットオフじゃなとか、気がするんやけどね。ここ1週間はちょっとね、その契約、その派遣という働き方をどう、その若い子にしてほしくないなっていうのをね、自分、もうなんかさ、これでも変くない？変ないかがしい店に行った親父がさ、こんな仕事をするんじゃないみたいなこと、よく見て出てないなんか、私、なんかちょっと思った自分で。自分で雇っといてさ、どんどんオーダーしといてさ。いや、ただ、そういう子も中には繁忙期やけん、来ることは、要するに目に見えとったわけ。でもやっぱもう目の当たりにして、その結局ね、よそに行ったらね、そんな働き方しようからって言って、いじめられるって。うん、で、ここは優しいって言ってくれるわけ。でも、比べてうちを優しいって言ってくれるだけでは、私はやっぱそれではいいと思えんけんね。でも、もしかしたらそうやっていじめんした人、もしかしたらそれも愛の無知かもしれんもんね。そんな働き方だけ仕事できんって、そんな働き方やけ、みたいな感じで言われるんですよ、って。でもそれひょっとしたらいい愛の無知かもしれんもんね。うん、つまり一人前扱い、だけね、一人前扱いしてくれないっていう世間が悪いんじゃなくて、
て、一人前扱いされない存在に自分が身を置いとうということやろうっていう話なんですよね。うん、そうですね。給料は、トータルさんから回ってくるわけやから。それで、とにかく、そこから通した仕事以外のことを勝手にアルバイトとか行ったら罰金なしですよ。うん。そうです。だから私ね、今回は何も言わずに、そういう子も長い目で育てるという意味でね、知らん顔しとこうかなと思ったと。だってその水準しかこんちゃん、やっぱり。うん。で、次にお願いするときに、うん。要するに、ある程度年齢が、ぐらい年で、主婦の方にお願いします。じゃないと、ちょっと、気働きという面でね、若い方がダメってわけじゃないけど、うちにはちょっと、ものすごく若い方っていうのは合わないと思いますので、っていうことをこっちから次に頼むときにお願いしようかなと。じゃないと、今言ったら、ほら、個人的に悪いみたいになるでしょ。それとは違うんですよ。だから、まあ、そんな感じ。だけど、その子にはね、じゃあそんな寮に置いてるのとかやったら、仕事抜きに、で、地元も離れてきてるのやったらね、なんか私で、なんか相談の、あれになる、あれのことがあったら、いつでも訪ねておいでっては言ったんですよ。うん、もう仕事抜きにね、その、二時で、ものすごく喉が渇いた時、それからものすごくお腹が空いた時、ね、飲む飲み物、食べるご飯、美味しかろうが、って人生も同じよって言ったんですよ。うん、だけど、大体20代だったらこう、30代だったらこう、40代だったらこうっていう話があるじゃないですか。いや、そう知らんよ。みんなそれぞれの人生なんやけん。30代はこうよ、40代はこうよなんて、そんな簡単に言われんって言ったんですよ。じゃなくて、自分の人生は自分の作品なんやけん。自分がどう生きていくか、特に21歳なんやけん。今よーっと考えていこうかなっていう話だけはしましたね。だけど、よそは、なんか、いじめるとね。で、その、春巻さんは優しいって言ってくれてると、いや、優しいんじゃない、優しいんじゃない。もしかしたら、そういう、表現が違うだけであってね。うん、まあ、そういうことまで言って、だけん、せっかくそういうふうに言って心開いて自分のことも話してくれたけん、うん、私はその話をしたんですよ、うん。けど、思いましたよ。こんなのがだんだん当たり前になってきたら、そら寒いぞ、と。うん。思いましたね。ちらっとは聞いてたんでしょ、美容師さんからとか、それからおばとかから。かこの頃、契約の、そういう派遣会社に就職したみたいな時は、派遣って課金しちゃうもんね、職業にとかで。おばは何でしてるかって言ったら、おばは結局そういうこう、洋裁じゃないですけど、そういうこう、手芸みたいなのの教室してるんですよ。うん、教室の先生。なんか、ほら、いろんな人からいろんな、その人の、こう、今の生活から、なんかこうね、漏れ聞こえてくるので、それで、ね、この頃は派遣会社に就職って言いようしゃもんね。っていう話は聞いてたんだけど、私は、それでふーんと言うたけど、ああ、このことを、おばも憂いて言いようったんやな、うん。うん。やっぱり、大の大人が聞いて、なんかな、善と洋々とか、未来が明るい感じはしないみたい。うん。あんまりいいんですよね、派遣会社。うん、それだけは、あとどんな資格を持ってる感覚ぐらいしか、大体、運転免許証を持ってるぐらいしか見ないですけど、ハードルが低いから、ハードルが低い人たちばっかり集まってくるし、その人たちは、正社員の方がいいと思ってるけど、その、就職活動大変なので、うまくいかないこと、内定もらえることってやっぱり大変なことなので、派遣会社に登録しておいて、じゃあ、なんて回らなかったから、派遣という感じで、大変だなと思ってるんですけど。今ね、確かにその、まあ、大変っていうのは分かるんやけど、実際、こう、なんていうの、